イギリスの紙幣と硬貨の一覧は、イギリスの紙幣及び硬貨について、広く用いられている用語の一覧である。1971年の重心法を導入以前には、12ペンスが1シリングを成し、20シリングが1ポンドとなっていた。したがって、1ポンドは240ペンスに相当した。表記の際は、例えば2ポンド14シリング5ペンスは、2ポンド14。 S5D と記された。一部の効果は時代によって価値が変動し、特に17世紀のジェームズ一世及びチャールズ一世の統治下には、著しい変化があった。ギニーの価値は、1717 17年12月に21シリングと確定されるまで、20シリングから30シリングの間で変動し続けた。グレートブリテン王国成立以降の初期の、 イギリスにおける効果の名称は以下の通りである。1971年2月15日の重心法の日から重心法が導入され、1ポンドは100ペンスとなった。当初は新ペンスという表記が用いられたが、1982年以降の中造効果から新という表現は用いられなくなった。旧来の1シリング効果は5ペンス相当としてそのまま、 通用し、例えば、日本ド10シリング6ペンスは、日本五52ペンス半となった。それまでのペンス単位は D と表記されていたが、新ペンスは P と表記されることになった。重心法の導入により、72ペンスは0.72ポンドないし、72P と表記されるようになった。いずれの表記の場合も、単位の部分はペンスの代わりに、 p と発音されることがよくある。ここで説明するのは、イングランド銀行によって発行された紙幣についてで、ある。スコットランドの3銀行、北アイルランドの4銀行もそれぞれが、1ポンド、5ポンド、10ポンド、20ポンド、50ポンド、100ポンドの、すべて、または一部の額面の紙幣を発行している。イングランド銀行券は、定期的にデザインの変更。 再発行が行われており、休憩は流通から排除されて回収され、廃棄される。デザインの変更は特定のシリーズの中に位置付けられる。現在は20ポンド50ポンド紙幣がシリーズ F、5ポンド10ポンド紙幣はシリーズ G となっている。シリーズ G は2016年9月のポリマー製5ポンド紙幣を皮切りに2017年9月には ポリマー製10ポンド紙幣をリリース。20ポンド紙幣も2020年までにはシリーズ G ポリマー製に切り替わる予定である。ジェームズ王約生書に言及があるが、これはヨーロッパの通貨に関するものである。メディバルディナマネシャンズ。medievalcoinage.com。2012年3月19日閲覧。 f u n w i t h w o r d s d c o m ハットコックニーライミングスラングディクショナリー英国新1ポンド効果が流通開始へ時事通信2017年3月29日ウィズドローンバンクノッツレファレンスガイドジューシリングシリーズ A バンクオブイングランド2012年3月19日閲覧ザバンクオブイングランドエスロールインレガヤレイティング 在州オブスコティッシュノーザ・アイルランド・バンクノッツバンクオブ・イングランド2012年3月19日閲覧ありがとうございます。